え、業界トップ SBI 証券がですね、えー、証券取引の手数ゼ0円にするということでですね、業界大,大,大激震でございます。これだけで100億円以上利益が吹っ飛んでしまうと。まあ、これいわばチキンレースですよね。 要は、その、現物、株式の現物取引の手数料ゼロ円したらどこで稼ぐんだっていうふうに話になると思いますけれども、証券会社にはですね、他にも収益源ございまして、例えば信用取引といって、株を担保にしてですね、お金を貸し付けてレバレッジ取引、自分が持っている資産の何倍ものですね、取引っていうのができるんですけれども、こういった信用取引、先物取引、こういったところの貸し付けの手数料とかで稼いだりとかするんですね、他にもオプション取引とか、 とか様々なですね付加価値がついたですねよりその登記性の強い取引こういったもので手数料を稼いでいこうということで、えー、じゃあもう現物取引はですね他の証券会社から